社会席は、満州国初代外交部総長。満州国の台湾人で最高官職に就任した人物である。字はまた案。幼少にして私塾に学び、日本統治時代には、新築国語を練習所で日本語を学び、伊藤博文が交帯した際には、通訳を務めている。その後日本に留学、明治大学法学部を卒業後、中国天津市の長君のもとで勤務した。 1904年10月から2年間、台湾協会専門学校台湾を教師。1915年、日本国籍を放棄し、中華民国国籍を取得、長君が1917年に不儀の副壁を拡作した計画に、社会籍も参加している。1927年、社会籍は、不儀の外務部条件天身安在御前顧問に就任。 その後、吉林省に赴任し、吉林省省長、広志広志の吉林省陸軍部省所に転任している。1932年3月9日に、満州国が正式に建国され、翌10日に、社は、初代外交部総長に任官された。同年、中華民国国籍を放棄し、満州国国籍を取得した。1935年5月21日、 参議不参議に移ったが、直後の25日に、初代中日満州国全県大使に起用されている。社会席の満州国での成功を見た多くの台湾人が満州に渡り、行政機関への就職を求めている。社会席は台湾への一時帰国を果たし、またその後は実業部長などを歴任した。1937年6月、社会席は中日大使を辞任して、 満州国に戻り、その後は満州国国営事業の同事長などを務めた。日本の敗戦により満州国が和解すると日本軍協力者として逮捕され、その後北京の獄中で病死した。ありがとうございます。